どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京ぐるり、インボーク、最強降臨、ひなみ討伐クエストの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。原作再現ということで、劇場での、敗勢を守りながら戦うひなみ VS、まあ、オールですね。で、後ろに、無印の滝沢を置いてもよかったんですけど、多分それじゃあね、勝てないんじゃないかなと思うんで、今回今フェスで出てるね、まあこの最強降臨のひなみですね、守りたい気持ち、笛口ひなみを置いてやっていきたいと思います。まあこれでもきついんじゃないかなと思うんですけど、やっていきましょう。ちなみに熟練度はまだ 0% ですね。 100% にしたいんですけど、促進剤がないんですね。60個ぐらいしかないんで、 100% にするなら一気にやりたい。ここはとりあえずオールで、シフト全部一旦目で使って出血させて次のターンに行きたいね。ちゃんひな、ちゃんひな、ひなみのかぐね、まがまがしいな。めちゃめちゃうねうね動くな。ムカデのカグネみたいな感じで、動きがすげえうねうねしてるな。で、これで出血。で、ブレイクと。いやー、これブレイクバースト発動して、出血もしてんのに、あんま入んねんだな。で、最後ちょっとひなみで終わらそう。これあれだっけ、敵、麻痺だっけ、麻痺だよね、ひなみって。麻痺させていきたいが、確定だっけ。あ、確定麻痺だね。いいね。うおお、まがまがしい。カグネの動きが素晴らしいですね。さあ、麻痺なんで相手の行動力半分になって、で、こっちも麻痺と。なるほどね。まあ、それは仕方あるまい。これさ、次のターン、なるほど。次のターン、オールが麻痺らせられるのが痛いな。まあ、次のターンもあの攻撃使ってくるかわからないけど。とりあえず、オールで削っていこう。これどれだけ削れるんだろう。ブレイクバースト発動、あ、そうか、してねえんだな。これでするんだな。で、相手が出血してるから、流血得意なんだっけこいつ、忘れちゃった。流血得意 S かな、ダブル S かな。たまれ、たまんないか、たまれ、よし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 、最後のあがき。あ、待って、これ打っちゃうとあれか、次のターン打てなくなるのか。しかも次のターンってあれじゃん、行動力半減してるから。あー、麻痺らせられるのか、それともオールやられちゃうのか、どっちなんだい。防御力 1.5 倍、これはまずい。あいつ耐久戦に持ってきやがった。武器、おー、まずい、武器耐久。あ、でも麻痺で削ってるから、オール全部は削られないはず。オッケー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 、いいね。麻痺なかったから、うまいこといけばここで、いや、うん、コンボ数乗ってないからダメか、うん。で、ひなみもたまらないが、ここは多分ひなみが受けてくれるはず。で、次のターンどうにか持っていきたいね。ここでひなみがやられて、オールもやられるってことはないと思うから、多分ね、麻痺ってしまった。ただ、次のターンひなみ一回スキル打てるぞ。というわけで、こいつ打っていこう。待て、こいつ武器耐久値削りあったっけ？あったらまずいんだけど。あ、ないね。今のままじゃ 1.4 倍の4連ダメージ。で、オール出して、危ない、忘れるとこだった。ターンが進むとこだった。で、オールで削っていく、がっつりとね、持っていっちゃってくださいよ。原作通り行こうぜ。うわー、微妙いな。いけるか、削れるか、削れ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 、いけー、よし、いいね。まあ、この時のひなみね、めちゃくちゃ良かったよね。原作も当時読んでたけど。RE ってすごい演出がさ、いいからさ、ひなみ出てきた時、すごいね、興奮しましたね。あのシーンは。ということで、今回は最強降臨ひなみ討伐クエストの A に原作再現ということで、オールですね、オール滝沢。まあ、バックに、今回の最強降臨のひなみ、フェスゲームでひなみ入れてたんですけども、原作再現ということで挑戦しました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。